ご覧の皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。帽子おやじでーす。イェイイェイ。いやー、すっかりですね、春めいてきましたよね。まあ、天気のいい日なんかはもうじりじりとね、紫外線がね、もう肌を刺すような紫外線が毎日毎日降り注いでるわけですけどもね。まあ、最近 UV カットがついている帽子もね、まあ当たり前になってきましたけどね。まあ技術の進歩っていうのはすごいもんだと、まあ帽子をね、売っててね、つくづく思うわけですが、今回ですね、なんと、紫外線だけでなく、太陽の熱を遮断する帽子、紹介したいと思います。ちょっとね、どこかしらのね、通販サイトっぽくね、紹介していきたいなと思っておりますので、それでは、張り切ってどうぞ！はい、早速ですね。今回はですね、まあ、当店でも販売しているんですけども、楽天市場、ボウシアルさんでも取り扱いのある、コカゲルハットを紹介していきたいと思います。皆さんね、ネット環境のある方はね、ぜひぜひね、楽天市場、帽子あるでね、検索してみてください。はい、早速ですが、先ほども言いましたが、太陽の熱を遮断する帽子。なんかかけるもんがあった方がいいよね。しばしお待ちを。よっこいしょ。こちらね、ひとまずね、ちょっとかけておきますね。はい。遮熱帽子、コカゲルハット。帽子メーカーが本気で考えた、地球温暖化による肌を刺すような猛烈な直射日光から頭とお肌を守ります。あなたの、そう、あなたの頭とお肌を守っちゃうんです。そう、コカゲル。熱を遮断して、木陰にいるような涼しさを味わえる木陰、木陰のような涼しさ木陰、ダジャレかいということでね、まあね、ちょっとネーミングセンスはいかがなものかと、ちょっとね、ユーモラスユーモアたっぷりなね、ネーミングですけども、はい、こちらね、性能はね、もう大変高性能で、まあご好評いただいている記事なんですけども、はい、コカゲルハットの内側はこうなってます。じゃじゃん。ケープ部分に遮熱素材、コカゲルを挟み込んでいます。直射日光からお肌を守り、なんとマイナス10度の体感効果を生み出しますと。まあ、しかも特許登録済みというもんだから、まあ、これね、被らないわけにはいかないですね。光と熱を弾き返します。これはですね、実検査合格しております。遮熱性試験実制定の最高基準の S65 プラス、遮熱率なんと 65% 以上と大変、高性能です。はい、こちらのコカゲルハットはですね、通気性もね、抜群なんです。こちら両サイドにスリットが開いておりますので、ここからじゃんじゃん、バリバリ内側の蒸れた空気を逃がしてくれるわけです。こんなね、帽子かぶってたらね、蒸れてね、熱中症になっちゃいますよね。で、その点コカゲルをかぶってると、もういつでもコカゲのような涼しさ。真夏でも春でも暖かい日は木陰のような涼しさ。ダジャレかいということですね。で、続きましては、まあそうですね。はい、涼しいのはですね、もう十分伝わったと思うんですけども、まあ、普通の帽子よりマイナス10度体感で最大違うわけですから、まあ、特別、もうズバ抜けで涼しいんですけども、それだけじゃ木陰る終わりません。紫外線よりも肌奥に届き、肌のシワとかたるみの原因になると言われている線、近赤外線も
紫外線同様 99% カットしてくれちゃうんです。もうお客様の涼しさとお肌の安全を保証している、そう言っても過言ではない。この覚えてください。もうコカゲル、木陰のような涼しさ、コカゲルです。続きまして、そんなに涼しくて紫外線とか近赤外線から守ってくれる帽子だったら、まあもし買ったらたくさん被っちゃいたいです。収録被りたいんですけども、でもたくさん被っていたらまあ避けて通れないのが汚れなんですけども、ご家庭で洗えるんですか？そうなんです、洗えるんです。汚れてもご安心ください。ご家庭でお手入れできちゃうんです。ただですね、こちらね、洗濯表示になってるんですけども、読みますね。色落ちや型崩れの恐れがありますので、単独で軽く押し洗いし、乾いた布で水分を拭き取り、形を整えて陰干ししてください。長時間濡れたままの状態で放置しないでください。まあそこだけ守っていただければね、綿 80%、 レーヨン 20% なので、ご家庭でもお手入れができます。続きまして、何だったかな、そうなんです。こちらですね、内側のね、この汗止めにはですね、東レさんのフィールドセンサーを採用しておりまして、常識を超える吸汗蒸散機能がございます。こちらですね、汗処理機能がスピーディーな速乾性能を実現した素材、もう一度言います、東レのフィールドセンサーを採用しております。もう外側ではなくて、もう肌に当たるところまでもう涼しさをね追求した、もう至高のね、もう極上のね一品ですね。このもう一度言いますよ、木陰のような涼しさ、木陰ルダジャレかいということですね。続きまして、そうなんです、忘れちゃならない、一応サイズはですね SML と3サイズあるんですけども、おのおのにそれぞれにこのねマジックテープでね、内側でねサイズ調節できちゃうんです。これずらすだけで、このベルトをねここに留めるかここに留めるかでサイズをね簡単にね変えることができるんですよね。まあ髪型をね思いっきりってバッサリ変えちゃったり、バッサリ切っちゃったりとかもねあると思うんですけども、そういうね気分にもね対応できちゃうんです。声が枯れとるがな。そうなんです、メール来た、ですね、そうサイズはもう調節できちゃうんです。3サイズあって、まあ各々がまあそうですね、ぐっとずらすとまあ 5,6 センチはね縮まります。まあその幅広いですねサイズに対応してるわけですけども、サイズのことはどちらに書いてるでしょう。もう一度言いますね、楽天帽子あるで検索するとこのコカゲルのねページね見れるようになっておりますので、で一応言いますね、書いてることですけども、サイズ S は 54.5 センチから56センチ、 M 56センチから 57.5 センチ、 L 57.5 センチから59センチ、まあ大体ですね、まあ縮めるのはねもうそっからもうさらにねこのマジックテープでね調節は効きますので、でここの高さがですね 9.5 センチで、ブリムの長さは8センチで、まあここ角度が下がってるので大体ね、こっからここまでの長さは16センチと、でここの縁はですね2センチですね。で重さがですねどれくらいだろうか、90グラム、そうなんです、重さはですね90グラムといってね、
90g ですので非常に軽いです。で、かぶり方を説明しますと、まあこのエッジの部分をですね全部下げていただくと、まあもう日よけバッチリみたいな感じです。で、前からちょっとね、ちょっと明るく見せたい方は前だけね、エッジの部分をね上げていただいてもおしゃれだと思います。で、オールアップはオールアップでね、で、首の動きも自由になりますので、ね、アレンジをね、まあ、それぞれね、していただいてね、いろんな被り方ができますので、ですね、あとは何を説明したらいいのかなと、色か。色ですね。こちら今、水色、まあ、ブルーと、ネイビーと、ベージュ。ベージュ、ベージュ、ベージュ、とても涼しげですね。で、イエロー、そして、まあ、ベーシックな、まあ、合わせやすいブラック。まあ、どれを選んでいただいてもね、シンプルなデザインですので、まあ、非常に合わせやすい色合いかなと、まあ、何色か持たれててもいいんじゃないでしょうか。います、映ってないけど、います、声枯れてます。続きましては、何を説明しようか。かなあ、こんなもんかな。まあ、おさらいしておきますね。あ、そうだ。折りたためるんだった。で、折りたたむときは、このエッジの部分をビーッと下げていただいて、で、どうかな。前後ろですね。前後ろで、この二つ折りにしていただいて、で、あとは三つ折りぐらいで、まあこれぐらいの薄さですね。で、これぐらいの長さ、まあカバンにスポット入るぐらいには、まあコンパクトに折りたたみができます。はい、そしてなんとこちらにはですね、こちらわかりますか？この輪っかが二つついてるんですけども、まあ別売りのハットストラップ、まあ要は顎紐ですね、それをね、まあ、つけることができますので、自転車乗られる方とかですね、まあ、飛びにくくすることも、まあ、カスタマイズ可能ですので、こちらもおすすめです。はい、最後にもう一度だけ言わせてください。UV カット率 99.9%、近赤外線カット率 99.9%、体感温度、普通の帽子より最大マイナス10度、涼しく感じます。遮熱率は 65% 以上と、JIS 検査、JIS 制定の最高基準の S65 プラスをクリアしています。ご自宅でも洗えます。これからの季節ですね。皆さん、炎天下の中で、まあ、活動することもあると思うんですけども、そんな中での10度っていうのは非常に大きいと思います。大変涼しく感じるわけで、それが今ならなんとたくさんの機能盛りだくさんでしたけども、税込み3190円と大変お手頃な金額で手に入りますので、ぜひぜひ、まあね、まあそうだ、楽天のね、検索、楽天帽子やるでね、ちょっとスクロールしていただけるとね、この効果ゲル販売しておりますので、まあもちろんね、近隣にね、マオズやアトレナのね、店舗があるお客様は、まあそこちらでね、ゲットしてね、実際被ってね、いただきたいわけですけども、まあネットでも手に入ります。今回はね、コカゲル、みんな覚えたかな？コカゲのような涼しさ、コカゲル。でも、声ね、枯れてます。でね、もう、コカゲルで天下取ります。またねー。